雪工事のゆっこです。はい、こんにちは。今日はさっぱりヘルシー豆乳マヨネーズのご紹介です。卵アレルギーの方、コレステロールが気になる方も必見です。材料ですが、無調整豆乳と米油になってますが、菜種油とか何でもいいです。塩麹ときび砂糖、お酢になります。無調整豆乳と塩麹、きび砂糖を順に入れていきます。お酢は後で入れます。手作りのポイントは、オイルは少しずつ入れるです。通常のマヨネーズは卵を使用しますよね。卵の中のレシチンという物質がお酢と油を結びつけてくれる役割をします。これを乳化と言います。そのレシチンが実は豆乳にもあります。卵のレシチンと豆乳のレシチンは何が違うんでしょう。豆乳は植物性の大豆からできています。なのでコレステロールがゼロです。動脈硬化の予防にもなります。ちなみにレシチンは記憶力アップも期待できるそうです。手動の場合、5分くらい泡立て器でしっかり頑張って、だいぶクリーミーになってきたらお酢を入れてください。お家にミキサーやブレンダーなどがあれば、もっともっと早くできます。お好みで胡椒を入れたり、粒マスタードを入れたら風味がとっても良くなります。あっさりとさっぱりと食べれるので、普通のマヨネーズよりも気兼ねなく食べれちゃうかもです。はい、次はちょっと失敗例なんですけれども、ボウルの中にオイル以外の材料を全部入れます。そしてよくかき混ぜてください。そしてオイルを入れるときに、ドボーっとたくさん入れてしまうと、豆乳とオイルがしっかりと混ざらないので、どれだけかき混ぜてもゆるゆるの状態になってしまいます。5分かき混ぜても10分かき混ぜても、なんだかマヨネーズっぽくなく、ちょっとゆるいドレッシングみたいになります。それでも味は変わらず美味しいので、これでも大丈夫です。はい、で次はお豆腐でやってみようかと思いました。無調整豆乳なので、代わりにお豆腐でもできるかなと思いました。材料は無調整豆乳を絹豆腐に変えるだけでできちゃいます。また同じように材料を入れて、オイルを少しずつ入れて混ぜていきます。豆乳の時よりももったりとできそうです。仕上げに粒マスタードを入れて完成です。これはオニオンフライを混ぜてみました。豆乳マヨネーズは冷蔵庫で10日から2週間くらい持ちます。保存料も入っていないので、安心して食べられますね。豆乳マヨネーズは普通のマヨネーズとしてぜひお使いください。ポテサラや生サラダ、タルタルソース、何でも合うと思います。今回も見てくださりありがとうございます。またよかったら高評価ボタンやチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。